言語聴覚士は、言語や聴覚、音声、呼吸、認知、発達、接触、演化に関わる障害に対して、その発言メカニズムを明らかにし、検査と評価を実施し、必要に応じて訓練や指導、支援などを行う専門職である。医療機関のほか、保健施設、福祉施設、教育機関などで活動している。医療機関では、医療従事者の一員として、 理学療法士、作業療法士、指導訓練士とともに、リハビリテーション専門職を構成する。例えば、アメリカでは、オーディオロジストとスピーチランゲージパソロジストに分かれており、アメリカでの資格取得には、大学院修士課程以上の教育歴を要する。日本においては、1997年に制定された、言語聴覚士法、第2条において、言語聴覚士は、 厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能または聴覚に、障害のあるものについて、その機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを用途するものとして、定義されている。言語聴覚士の職務は医療にとどまらず、福祉や教育にもまたがっているため、 理学療法士や作業療法士とは異なり、医師の指示のもとに、行を行うものとはされていない。ただし、言語聴覚士の職務の一部には、体に危害を加える、恐れのある行為があり、これらについては、医師や司会士の指示のもとに行うものとされている。具体的には、演歌訓練、人工内耳の調整、その他厚生労働省令で定める行為についてである。この、 その他厚生労働省令で定める行為には、多動運動や抵抗運動を伴ったり、薬剤や器具を使用したりするものに限って、音声機能、言語機能に関わる検査と訓練も含まれる。英国王のスピーチでも知られるライオネルローグ、言語によって人間関係や社会関係が作られている以上、人類の歴史とともに、言語聴覚障害もあったといえる。 失語症と思われる症例の記述は古代エジプトのパピルスや古代イギリシャのヒポクラテス州天に認められる。言語聴覚に対する訓練の歴史は古代ローマに遡る。ローマの医師、アルキゲネスは耳の訓練のためにチューブを通して大きな音を耳に伝えようとしていた。ルネサンス期になると主にスペインを中心として、 聴覚障害を有する貴族の弟者への教育が行われるようになった。学校教育として聴覚障害の教育が始まったのは18世紀後半である。ドイツ人のザムエル・ハイ・ニッケは講和法を体系化し、フランス人のドレペは手話法を体系化し、19世紀を通して校舎の手話法が広がった。今日の言語聴覚士の号を支えるのは音声言語医学と 言語病理学であり、前者の源流は、言語中枢が発見され、陰東京が発明された19世紀中央のヨーロッパに発する。ヨーロッパでは、1924年に国際音声言語医学会がオーストリアで発足し、医師や言語聴覚士が集い、今日まで続いている。1986年には、東京で第20回大会が開催されている。ただし、 ドイツでは、医師のリーダーシップが強く、言語聴覚士の要請は、専門学校での教育が主体であった。他方で、イギリスでは、1944年に、ライオネル・ローグラによって、カレッジ・オブ・スピーチ・セラピストと称する言語聴覚士協会が、発足するなど、独自の発展を見た。その一つは、認知心理学と、神経心理学とが統合した、認知神経心理学に、 理論的根拠を求めるアプローチであり、1984年に学術指コグニティブンロスイヒャラジー、1987年にアフシラジーが創刊されている。イギリスでは学部課程と修士課程での養成コースが設けられている。1946年に全米発となる養成課程が設置されたノースウェスタン大学の行動さらにアメリカでは ヨーロッパの学識を取り入れながらも独自の発達を見せた。イアルプが発足した翌1925年には、言語病理学を専門とする医師やセラピスト、研究者からなる団体であるアメリカ言語聴覚協会の前身団体が誕生した。切り替えは、当時のアメリカの言語病理学の発展をこう、記している。医学的、生理学的な面だけでなく、社会医学的、 心理学的、精神神経学的な要素が包含されたものとなり、人間をより社会的、人間的なものとして取り扱うようになっている。還元すれば、現実問題としての障害による不自由さをどのように処理するかという治療の実践に重点が置かれるようになった。こうしたアメリカでの発展の大きな契機となったのが、第二次世界大戦である。 聴覚障害を引き起こした兵士たちのリハビリテーションが大きな問題となったのである。1万5千人の兵士が治療と訓練を受けることになり、言語病理学、自備学、リハビリテーション技術等の専門家が担当した。そこで、これらの分野を総合するオーディオロジーが誕生し、その専門家であるオージオロジストが誕生したのである。こうして、戦後、全米の主要な大学院に、 オーディオロジストの養成コースが設置され、教育機関にも配置されるようになった。1965年には、聴覚の専門家と、言語病理の専門家に資格が分かれたが、いずれも、やはり、修士号かそれと、同程度の教育内容を修了することが、資格基準となった。さらに、聴覚療法士については、2007年から、博士号の取得が求められるようになった。 戦前のドイツ医学、戦後のアメリカ言語病理学の導入日本の言語聴覚療法は小児教育の分野で始まった。1878年に京都モーローワインが開設し聴覚障害児の教育が始まり、1926年には東京都内に最初の喫音学級、1934年には南朝学級が開設された。 1953年には、千葉県の市川市立ママ小学校に、言語障害児と読書不審児を対象とした、通級式治療教室が開設されている。その後、国立大学の教育学部に、言語障害児教育教員養成課程、臨時養成課程、特殊教育特別専攻課の設置がなされ、これらの修了生が、 全国の言語治療教室と難聴学級の教員や病院における言語聴覚領域の支援を行うスタッフとして活躍していた。医学の世界ではドイツ医学の導入により1900年代頃から授業院工科学会で失語症や喫音などに関する発表がなされるようになった。1929から31年に九州帝国大学と東京帝国大学で 音声言語障害の専門外来が始まった。ただし、失語症など、成人の言語障害については、リハビリテーションの導入が遅れ、1950年代以降に、笹沼ぬ子をはじめとするアメリカで、言語病理学の学位を取得してきた人々によって、ようやく言語聴覚療法の臨床が始まった。具体的には、1958年に、 国立ローア社構成指導所が発足し、入所者の構成指導はもとより、一般外来において、聴覚、音声、言語障害のリハビリテーションを開始した。こうして、医療、福祉の分野での言語聴覚士の活動が始まることになったのである。1960年代における国家資格化の検討と頓挫、米国の修士号要件とのずれ1960年に、 世界保健機関の短期顧問マーティン・フランクリン・パーマーが来日し、言語聴覚障害分野における指導者の要請は、アシャの規定に準ずるべきであると勧告した。この勧告を受け、1963年、医療制度調査会が、厚生大臣に対して、リハビリテーションに従事する専門職種として、理学療法士、作業療法士、言語士、聴能士、弱視訓練士等があるが、 これらのものについては、教育、業務内容の確立等その制度化を早急に図る必要があることを答申した。この答申を受け、厚生省は、高卒後3年の要請での国家資格法制化を提案したが、言語療法士については、大学院修士課程修了を求める、あ社基準とのズレが大きく、関連医学会を含む関係者の賛同が得られなかった。結果として、 1965年に理学療法士と作業療法士の資格制度が先に成立した。これらの職種の業務は看護婦の独占業務である診療の補助を他の職種が行っても良いという形で、具体的には保健不助産婦看護婦法の一部解除という形で立法化がなされた。1965年厚生省に王と ST 等身分制度研究会が設置され、弁護士と長脳士に分けて検討され、1970年に意見書を提出した。そこでは、弁護士、長脳士の職務は、従来の看護婦が担ってきた診療の補助に留まるものではないとの認識に基づき、米国と同様に、要請は、4年生大学で大学院課程と連なる形で行い、 医学的診療を補助する職種として位置づけないことが提案された。しかし、この意見書に沿った制度化が検討されることにはならなかった。現在の国立障害者リハビリテーションセンター学院多方で、1968年、厚生省は、超能言語治療専門職員養成所設置委員会を設置し、翌年、調査報告書が提出される。これを受けて、 1971年、日本初の ST 養成校である、国立聴力言語センター付属聴能言語、専門職員養成所が設置される。大学卒1年で ST を養成する専門学校であり、意見書の内容に沿わないものであった。さらに、1972年、参議院社会労働委員会で、ST 身分法が討議され、 厚生省が短大卒プラス2年の専門教育を提案したのに対して日本音声言語医学会は言語治療士の身分制度に関する要望書を提出した。同要望書では言語治療士を医療、社会福祉、教育の各分野にわたって密接に関連しつつ働く独立した専門職に属すべきものと位置づけ、やはり4年生大学で 大学院課程と連なる形での要請を求めた。医療系と人文科学系、社会科学系の科目がバランスよく配置された、カリキュラムでの要請が必要であるとされたからである。他方で、日本自備院校科学会は1975年に、超、並行機能訓練士の身分制度に関する要望書提出し、医師の監督下で業務を行うことと、 高卒後3年か大卒後1年で養成することを求めた。日本町の言語師協会の設立と分裂から、養成過程をめぐる内部対立1974年、聴覚言語障害に携わるもので、聴覚言語懇話会が発足し、ST の4年生大学での養成による国家資格を目指して運動を開始した。初代会長には、笹沼澄子がついた。 1977年には、日本学術会議が、リハビリテーションに関する教育、研究体制等についての勧告を発表し、言語療法士の資格制度を創設し、4年生、総合大学において、大学院課程と連なる形で早急に実現すべき、こととしつつも、現在の華だしい不足充足のため、暫定時に三年生短期大学の発足、長能訓練士の要請等も、 考慮との文言も盛り込まれた。1979年、日本超能言語士協会総会で、超能言語士の資格制度案の骨子が承認された。受験資格は、学校教育法に基づく4年生大学において、その過程を終了したものとするとされた。そこで、協会執行部は、医学会に働きかけ、日本自備院工科学会、日本リハビリテーション医学会、 日本音声言語医学会とともに ST 身分制度合同委員会を発足させる。1980年、厚生大臣宛てに言語聴覚し、ST の資格制度制定に関するお願いの件が4団体名で提出される。1981年2月、厚生省で検討会が開催されるが、協会の主張する4年生大学案ではまとまらず、 日本学術会議勧告を踏まえ、既存のリハビリテーション職と同様に、高卒3年の教育をベースにするという妥協案が浮上し、その業務も医師の指示とされた。協会執行部は資格の実現が最優先と判断し、1981年3月15日、4月5日に臨時総会を招集し、妥協案の受け入れを提案した。しかし、会員の理解を得られず、 大学における3年以上の要請という修正案を提案した。しかし、この修正案も保証がないとして否決され、執行部は総辞職することになった。教会の新会長には飯高京子がついたものの、その後、教会内部では国家資格制度の早期実現を目指すグループが活動を開始し、教会は事実上2つに分裂する。 1985年に連絡会が日本言語療法士協会を創設し、医師の指示下で業務を行う、要請は高卒後3年とする医学会の路線に従った方針を決定した。他方で、厚生省もアシャ副会長の森須教授の有料をよそに専門学校認可を行った。1984年に福井医療技術専門学校言語聴覚学科、 名古屋福祉専門学校言語両方科、1985年に日本町の言語福祉学院が認可された。1987年1月、厚生省は3月の国会提出を目指して、突如として新たな検討会を立ち上げるが、日本町の言語士協会と日本言語両方士協会、日本自備院工科学会、日本リハビリテーション医学会の対立図式となる。 その結果、ST は、医師の指示のもとに業務を行う、要請は、大学、高卒後3年の専門学校ともに認めるなどとする、合意案が出されるも、今度は、ST の職域外療科教育科といった議論が起こり、国会提出は見送られた。その後、日本の医療における、 言語聴覚療法の立ち遅れを問題視していた医学会側は医療職としての ST の資格制度の早期創設を目指して1988年12月日本医師会、日本司会司会を含む幅広い医学、司会学団体からなる医療言語聴覚師資格制度推進協議会を発足させる。この協議会には日本言語療法士協会も加入した。この頃になると マスメディアでも ST の資格問題が大きく取り上げられるようになった。例えば、朝日新聞1989年2月17日号の社説では次のように論評された。最も大切なのは実力のある人材を養成することだ。等数だけを欧米並みに揃えればいいわけではない。スピーチセラピストは大変な創造性を要求される。 何しろ言語障害は100人100だ。その一人、数との言語生活や心理状態に合わせて、検査、訓練のプログラムを手作りしなければ効果が望めない。国民の信頼に応えられる、誇りのある、専門職を作る資格法が1日も早く作られる、よう期待する。30年の時を経て、国家資格化 ST 業界外で、意見の一致を見ない中、 医療言語聴覚士資格制度推進協議会では、高齢化社会を背景に行政主導による資格化を目指すことになった。その結果、1996年に厚生省は言語及び聴覚に障害を持つ者に対して訓練等の業務を行う者の資格化に関する懇談会を設置した。懇談会で日本言語療法士協会が、 資格制定の必要性を訴える一方で、日本庁の言語史協会は、医師による指示規定を ST の定義の条文から外すべきといった主張を行った。1997年、懇談会は、医師による指示規定を ST の定義の条文から外すべきとの日本庁の言語史協会の主張を受け入れた報告書をまとめ、厚生省は、 同年秋の臨時国会に提出し、言語聴覚司法が成立した。言語聴覚司法では、PTOT 法とは異なり、受験資格について、4年生大学卒業者に対する2年以上の家庭など、受験資格を拡大させており、多様なルートでの要請がなされることになった。また、言語聴覚司は、業務独占資格ではなく、名称独占資格であることも特徴である。 このため、教育領域で行われている聴覚言語障害児に対する教育的支援は、言語聴覚士でなくても実施できる内容がある。日本言語聴覚士協会への統一言語聴覚士の活動領域の広がり言語聴覚士が対象とする主な障害は、言葉の障害、聞こえの障害、声や発音の障害、食べる機能の障害などがある。これらの障害は、 生まれながらの先天性から病気や外傷による肯定性のものがあり、小児から高齢者まで幅広く現れる。言語聴覚師は、このような障害のある者に対し、問題の本質や発言メカニズムを明らかにし、対処法を生み出すために、様々なテストや検査を実施し、評価を行った上で、必要に応じて訓練、指導、助言その他の援助を行う専門職である。 言語聴覚士が行う業務は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士などの医療専門職、ソーシャルワーカー、介護福祉士、介護支援専門員などの保健、福祉専門職、教師、心理専門職などと連携して行う。言語聴覚士の多くは、医療機関で勤務しているが、その他、保険、福祉機関、 教育機関など幅広い領域で活動しており、コミュニケーションや食べる問題を持つ人やその家族に対し、豊かな生活が送れる養子援を行っている。リハビリテーション領域としては最も新しい、国家資格を有する医療専門職であり、今後、ますます需要が高くなる職種でもある。言語聴覚師の職能団体として、 一般社団法人日本言語聴覚士協会が多くの活動を展開している。日本の保健医療の分野で言語聴覚療法の対象となるのは医師、司会師によって言語聴覚療法が必要な障害があると診断されたものである。医師の依頼を受けた言語聴覚士は診療録や看護記録、画像記録から患者やその障害の基本情報を読み取るとともに 医師や看護師、理学療法師、作業療法師と対話して、具体的な情報を得る。入院患者の場合には、病棟に出向き、患者を直接観察する。さらに、退院後の生活の希望について、家族や医療ソーシャルワーカーと話をする必要がある場合もある。その上で、患者本人と面接を行い、言語聴覚療法の説明を行うとともに、 スクリーニング検査を実施し、障害の概要を把握し、必要に応じて詳しい検査を行う。その上で、必要な訓練、その期間、回復の見通しを含む評価を行う。こうして、リハビリテーションの目標を設定し、訓練プログラム案を立てる。そして、他の職種とともに共同で、リハビリテーション実施計画書を作成する。患者、家族の承諾を得た上で、 訓練を開始する。ただし、必ずしも、当初の計画通りには進まないため、訓練途中で再評価を行い、訓練プログラムを修正し、その都度、患者や家族に説明しながら、目標達成を目指す。訓練期間が終了すると、退院後の生活指導を行う。退院後も訓練も必要とする場合、在宅の人を対象とする訪問リハビリテーション施設、あるいは、 介護施設に入所する場合は、当該施設に所属する、言語聴覚士への引き継ぎを行う。特別支援学校、特別支援学級などで、聴覚言語障害児教育を行っている。なお、言語聴覚士が行いうる、診療の補助行為を定めた、言語聴覚士法施行規則、第22条第1号に規定されている、聴力検査及び同第6号に規定する。 補聴器創用訓練は、老学校、南朝特殊学級及び南朝通級指導教室等において、聴覚に障害のある幼児児童生徒に対して現在行われている行為を含むものでないと認められており、http://www.jea.info/.pdf/.tuu.pdf t。 聴覚言語障害児教育の場で行っている行為は従前通り行うことができる。これは言語聴覚士が業務独占資格ではなく名称独占資格ゆえである。子供の発達などをチェックする検診業務に言語聴覚士が携わる自治体が増えている。また保健所や保健センターによる地域リハビリテーション活動の中で適切な介護予防に関する 技術的な助言を行うとともに、地域における自主的な介護予防に資する活動の支援を行うようにもなっている。言語聴覚士の職域は、医療機関、介護施設、地域、福祉施設、学校、保健機関と多岐にわたる。日本言語聴覚士協会の調査では、会員の67.8%が医療機関で就労している。 総合病院や大学病院、リハビリテーション専門病院のリハビリテーション科、自備院校科、高校下科などである。これらの医療機関では主に急性期や回復期の言語聴覚に関わる機能評価とリハビリテーションを行う。また、診療所に所属し、外来や訪問により、維持期の機能評価とリハビリテーションを行う者も,もいる。しかし、口述の通り、 陽性数不足により、2016年現在で患者の状況に応じ必要な人員が確保されている。医療機関は半数に満たず、患者に対し十分なリハビリが提供できていない状況が続いている。診療報酬の中で認められている、言語聴覚士の業務を具体的に列挙すると、外来リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、肺腰症候群リハビリテーション、 接触機能療法、眼患者リハビリテーション、認知症患者リハビリテーション、集団コミュニケーション療法、リハビリテーション総合計画評価、リハビリテーション総合計画提供、退院時リハビリテーション指導、各種検査などである。日本言語聴覚士協会の調査では、会員の7.8%が、老人保健施設や老人福祉施設などの介護施設で就労している。 具体的には、接触炎化障害の訓練や指導をしたり、集団リハビリテーションによって、言語機能や認知機能の維持、向上を図っている。日本では、平沢哲也らを先駆者として、言語聴覚の障害を抱える、在宅の患者に対する訪問リハビリテーションが実施されており、2004年4月から医療保険適用となり、2005年から介護保険適用となった。 2017年現在、医療保険の場合、厚生労働大臣が定める特定の疾患が対象であり、在宅訪問リハビリテーション指導管理料として、医師の指示により算定され、1回20分以上、週3回を限度とする。40分実施した場合の料金は6000円であり、患者の自己負担額は、自己負担1割の場合は600円。 自己負担3割の場合は1800円となる。介護保険の場合、訪問リハビリテーション費として医師の指示により算定され、40分実施した場合の基本料金は6140円であり、患者の自己負担額は614円となる。在宅での言語聴覚リハビリテーションの意義と役割は、失語症、高温障害、嚥下、接触障害などに、 専門的に対応することは、もちろんのこと、しばしば、誰も、自分のことを分かってくれないという悩みを抱える、当事者と家族のコミュニケーションに関する相談と指導、機能訓練にとどまらない継続的なケア、医師、保健師、介護士など多職種との連携により、患者と家族のコミュニケーションと生活を成り立たせるための、工夫や改善を、当事者と共に常に言っていくことにある。 他にも、通所リハビリテーション事業所に勤務し、通いの利用者に対して、身体機能や認知機能の維持、回復のためのリハビリテーションを行ったり、保健所や地域包括支援センターに勤務し、公務員として相談業務に当たる者も,もいる。例えば、小児健診で言語発達地帯などが指摘された際、保護者からの相談に応じたりしている。ただし、こうした業務に、 言語聴覚士を従事させている。自治体はまだ少数にとどまっている。日本言語聴覚士協会の調査では、会員の7.5%が児童発達支援センターや障害児入所施設といった児童福祉施設などの福祉施設で就労し、機能訓練担当職員として日常生活を営むのに必要な機能訓練を行っている。例えば、発達障害児の言語、 コミュニケーション訓練、保護者への助言などを行っている。日本言語聴覚士協会の調査では、会員の4.1%が言語聴覚士養成校のほか、学校教育に従事している。学校教育の場合、教員免許を取得し、言語障害、聴覚障害、発達障害を抱える通常学級の児童も対象にした言葉の教室や、 聞こえの教室で指導を行ったり、特別支援学校教員の資格を取得して、特別支援学級や特別支援学校で児童の自立活動の指導を行ったりしている。アメリカでは、公立学校の中で、言語障害、聴覚障害、発達障害の評価と訓練が行われている。イギリスでは、保健師や教育機関の紹介によって、 NHS の言語療法チームの評価を受けることができ、適切なケアプランが策定される。地域の児童の発達と健康全般を支える多職種チームの一員として活動する者も,もいる。乳児に対しては、出生時合併症による接触障害、嚥下障害などが対象となる。また、児童に対しては、軽度、中等度、重度を問わず、 心身の障害を抱える者が対象となる。例えば、ダウン症候群、リ、常時症候群など、音声、言語などの認知発達に悪影響を与える障害や、脳神経損傷、小児外傷性脳損傷などのほか、傾向運動障害を含む、接触障害、難聴、言語発達地帯、さらには、注意欠陥多動性障害、 自閉症スペクトラム障害などの発達障害である。先天性、後天性の様々な聴覚障害、身体障害、音声障害、聴覚障害を有するものが対象になる。例えば、学習障害、質読み症、失語症、喫音、言語発達地帯、高音障害、所持障害、注意障害などである。脳性麻痺、外傷性脳損傷、脳卒中、 口頭切除、気管切開、頭頸部の癌、咽頭癌などがこれらの原因となる場合がある。接触障害、塩化障害、言語障害を有する成人であり、その背景には、筋縮性即作硬化症、アルツハイマー病、認知症、ハンチントン病、多発性硬化症、パーキンソン病、外傷性脳損傷、精神疾患、脳卒中、頭頸部の癌、咽頭癌、 失語症などが挙げられる。また、トランスジェンダーの音声治療を望む成人も含まれる。陽性から主要大学の大学院修士、博士課程で、陽性1946年に、ノースウェスタン大学の大学院に陽性課程が設置されて、以降、全米の主要大学の大学院で陽性がなされている。さらに、聴覚療法士については、2007年から、 博士号の取得が求められるようになった。就労職種別総合評価では、第10位阿社に登録している、有資格者数は全米で17万4144人であり、就業中のものは91.6%である。単純に掛け合わせると、15万9516人が、就労している計算になり、人口10万人あたり49.3人になる。阿社に登録している、 有資格者の総数は前年比で5903人の増加である。アメリカのキャリアキャスト社が毎年発表しているジョブズレーテッドの2017年版によると、言語両方詞の年収は73250ベ米ドル、従業者の90%以上が女性であり、総合評価は全199職種中10位であった。分野別評価では、職場環境はとても良く、 ストレスはとても低く将来性はとても良いと評価されている。インフォームドコンセントの実施問題のお血管疾患は国内の年齢65歳以上では死亡原因の上位3位以内に入る疾患であるがこうした工事の機能障害においてはしばしば言語障害が生じ、また国内人口の約5%がこれを患っている。他方リハビリテーション治療にあたる 言語聴覚士については人員不足の問題が指摘されており2012年の時点では言語聴覚士の人口は人口比で米国の20分の1に過ぎず青年非行権人等の側でインフォームドコンセントを行うための言語能力等の保全復旧対策については環境改善が要されている。要請人口あたりの有資格者は アメリカの4割にとどまる日本における養成は、1971年に国立聴力言語センター付属聴能言語、専門職員養成所の設置によって始まり、1997年に国家資格になり、1999年に4003人が国家資格を取得した。その後、新たに養成過程を終了した者が言語聴覚し国家試験を受験し、 毎年1500人程度ずつ増えている。それでも2016年現在の累計合格者数は27,274人であり、人口10万人あたり21.5人にとどまる。アシャに登録しているアメリカの人口10万人あたり、有資格者数と比較すると約4割にとどまる。就労から就労者数の地域間隔差は最大5倍2014年時点で、 医療、介護施設に勤務する言語聴覚指数は全国で17,039人、人口10万人あたりでは13.4人である。人口10万人あたりの数値を都道府県別に比較すると最も多いのは高知県で37.9人であり、西日本が上位を占める。他方で最も低いのは秋田県で7.5人、約5倍の格差が見られる。 就労者数が少ないのは東北地方、関東地方を中心とする東日本である。実際、東北地方を見ると秋田県、岩手県、山形県には養成校が存在せず地域間格差が拡大している。例えば山形県では2017年に山形県医師会が県立保健医療大学での養成家庭新設を要望したが県側は 慎重な姿勢を見せている。4病院団体協議会が2016年に行った理学療法士、作業療法士、言語聴覚士受給調査によれば患者の状況に応じ必要な人員が確保されていると回答した施設は41.3%にとどまった。4病院団体協議会によれば患者に対し十分なリハビリが提供できていない実態が浮かび上がった。 さらに、募集しても応募が少ないと回答した施設の割合は58.5%に達し、将来は供給型となると回答した施設の割合は8.9%にとどまった。他方で応募者の質が低下してきていると回答した施設の割合は11.5%にとどまった。日本国外では英国王のスピーチにも登場し、イギリスのカレッジオブ。 スピーチセラピストを立ち上げたライオネルローグが著名である。また、ベルギー王妃であるマティルド・デュデケ・ムダコも言語聴覚士として開業していた。日本国内では、アメリカの大学院で言語病理学の学位を取得し、帰国後、日本の黎明期を支えた、笹沼澄子、飯高京子らが著名である。また、国家資格会以前に言語聴覚分野の臨床と研究を発展させて、 来たのは、藤田育代、立石雅子、中川信子、狩安誠、と、熊倉勇小島千恵子、清水光子、関恵子、森田明子、半田理恵子、田中春美、水田秀子らである。さらに、小島智之、ひずめ正文、平沢哲也、横、張子とこらも、それぞれの分野でよく知られている。ありがとうございます。